事者の朝日新聞内藤です、はい、大臣から応答よろしくお願いします、はい、おはようございます、今朝官邸では閣議と閣僚懇のみでございました、まず最初に、選挙権年齢の18歳への引き上げに伴いまして、総務省としては若者に対する周知啓発が特に重要と考えておりまして、今後取り組んでいく主な内容についてご報告をいたします。まず12月5日の東京会場を皮切りとして全国の9都道府県でシンポジウムを開催します。若者に人気のラジオ番組とのタイアップによりまして、番組に出演しておられるパーソナリティの方が司会を務め、女性タレントもゲストとして参加してくださるというものです。東京会場では私も出席してご挨拶をいたしますが、来年18歳となられる女優の広瀬すずさんのビデオメッセージやダンスユニットエグスプロージョンによる動画もお披露目します。で、本日から特設ホームページを開設しまして参加受付を開始します。で、全国のシンポジウムのスケジュールも順次掲載しますし、広瀬すずさんのビデオメッセージも公開する予定ですので、ぜひともご覧ください。その他38府県におきましても参加体験型のワークショップを開催しまして、すべての都道府県で啓発を行ってまいります。それからお手元に配布しておりますけれども、しっかりと製本が出来上がりました。先般公表しました高校生向けの副教材、私たちが開く日本の未来についてですけれども、本日から各高校に対して配送を開始いたします。12月中旬までには全国すべての高校へ配送が完了する予定でございます。この副教材、ぜひとも各学校での授業で積極的に活用をいただき、高校生の皆さんに政治や選挙に対する理解を深めていただき、政治意識の向上に役立ててもらいたいと思っております。詳細につきましては自治行政局選挙部管理課にお問い合わせください。それから大阪府箕面市から協議の申し出がなされていました法定外目的税開発事業等緑化負担税につきまして、地方財政審議会の同意することが適当であるという意見を踏まえて検討してまいりましたが、本日同意をすることといたしました。この税は宅地開発などの開発行為等を行う事業者に都市環境の保全に要する費用の一部をご負担いただくものでございます。法定外税の新設は平成25年3月に施行された大阪府泉佐野市の空港連絡橋利用税以来となります。法定外税は本件を含めて計56件となります。この課税自主権の活用というのは地方分権の観点からも望ましいものでございます。骨太の方針2015におきましても課税自主権の拡充を図るとされております。総務省としても今後一層の活用を働きかけてまいりたいと思っております。詳細は自治税務局企画課にお問い合わせください。それから本年9月の関東・東北豪雨の際に非常用電源が浸水して自治体の庁舎における電源が喪失したという事例を受けまして、災害対策本部が設置される庁舎において非常用電源の確保状況の緊急調査を実施しました。で、これによりますと都道府県では全団体で非常用電源が整備されています。しかし市町村では265団体が未整備でございました。また整備されている団体のうち浸水対策がなされていないものが都道府県で3団体、市町村で199団体見られました。さらに非常用電源の使用可能時間が
24時間未満の団体が都道府県で2団体、市町村で686団体見られました。このため本日消防庁から自治体に対して非常用電源の整備、非常用電源に対する浸水や地震への対応、72時間分程度の必要な燃料の備蓄等を進めるよう通知を発出いたします。詳細につきましては消防庁防災課にお問い合わせをお願いいたします。私からは以上でございます。幹事社から1問お願いします。昨日携帯電話料金に関するタスクフォースが開かれまして、でこれでこれまでに3回開かれたわけですが、年内に具体策をまとめ、めどに具体策をまとめるというスケジュールがある中で、これまでの議論を大臣はどうご覧になられているか、携帯電話の会社からはですね、大幅な料金引き下げに対しては、慎重な意見も出されていますけれども、この年内に結論をまとめてですね、料金引き下げにつなげる、道筋などは見えてきたかどうか教えてください。はい、昨日の会合は、率直なご意見をいただくため、特に事業者の方々の経営戦略にも、関する、情報を率直にお述べいただくために、非公開で行いました。携帯自動車 MVNO、販売代理店の団体からそれぞれご意見をいただきました。ちょっと昨日の会合につきましては非公開でございましたので、議論の進捗状況を含めて内容についてお話しすることは、できません。しかし私たちが問題意識として共有しているのは、やはり携帯、端末料金とそしてまた通信、料金、この一体化にとって利用者にとって分かりにくくなっているということ、料金体系、サービスというものをもっと分かりやすくしたいねということ、ここのところは問題意識を共有できていると思っております。ユーザーから側からもそういう意見が先般2回目の会合で出されまして、再確認することができました。他方、事業者側は同じ端末で、ほぼ同じ端末で、熾烈な競争をしなきゃいけないということで、相当厳しい状況にあるということも理解をすることができました。また各販売店におきましても、さまざまな工夫をいただいているということも分かってまいりました。この中で基本的にですね、私はユーザーにとっても、それから携帯事業者にとっても、ウィンウィンであるという関係を作っていきたいと思っています。特にユーザーにとっては分かりやすくて納得感のある料金とサービスを提供していただくということ、自分が使う情報通信料以上のですね、大幅にそれを上回る契約を結ばされてしまっているというような状況のないように、ライトユーザーや長期ユーザーにとっても納得できる料金体系、これは必要なものだと思っております。で、他方事業者側にとっても今ご指摘のありましたような、設備投資に非常に悪い影響が出てしまうということになってはいけないと思ってます。特に現在ですね、スマホの普及率約 50% でございますね。そしてフューチャーフォンもスマホもお持ちじゃない方が 21% いらっしゃるという状況でございます。これから携帯電話、スマートフォン、生活インフラとしても大事です。子どもの見守りや高齢者の見守り、それからまた災害の時にも必要なものでございますし、さらに IoT、これがですね、インターネット・オブ・シングスというものが日本の経済成長を牽引する非常に大きな可能性を秘めたものでございますので、 IoT の時代というものをしっかりと築いていくということは、これまたできるだけスマートフォンの普及を拡大していかなきゃいけない、そのためにも利用者が納得できる料金、サービスの体系を作っていくということ、そしてまた事業者の方々にも工夫をしていただき、ご努力をいただくと
いうこと、そして、まあ、あんまりにもこう過熱したあのキャッシュバックですとかね、この補助金政策で事業者自体が疲弊してしまって、で、まあ、新たなイノベーション投資に、自分たちの力を振り向けられない、こういう状況というのは改善していかなきゃいけませんから、まあ、年末に向けてという非常にタイトな、スケジュールではありますけれども、まあ、かなり問題の所在というものは明らかになってきたと思いますので、タスクフォースの構成員の皆様方にまたしっかりとしたアイデアをあの組み立てていっていただきたいと思います。まあ、この結論に従いまして、私たち総務省でもやるべきことをやってまいります。もう補足であのお伺いしたいんですが、あのタスクフォースで上がってきたようなあの問題点、論点というのは、まあ、ここ数年ずっと業界の中でも言われていた問題点だと思うんですが、これをどう実行させるか、実行に移させるかというところだと思うんですが、そのためのなんか方策みたいなのはあの考えていらっしゃいますか。まあ、あの随分前のことでございますけれども、あの過去にも一度ですね、やはり端末料金と通信料金、まあ、これを明確化すべきだという話が出て、まあ、業界内で自主努力でやってくださるという方向であったと思うんですけれども、まあ、そのうちあの、まあ、全部の会社が足並みを揃えてそう取り組んでくださったということではなくて、まあ、例えばあの一社が安く端末を提供して、そしてまた通信料金で回収していくという方向性を取られたら、まあ、その後、まあ、各社とも同じような方向で動き出してしまったということがございます。この実効性の担保というのは非常に、難しい課題でございます。あの実際にもう携帯料金あのそのものにつきましては、これはすでにですね、過去の認可制から届け出制になり、その届け出制も廃止されてますから、事前規制というものは廃止されています。ただ私は電気通信事業法第1条にございます、まあ、利用者の利益の保護、これはしっかりとしなきゃいけないし、公正な競争、まあ、これをあのきっちりと行っていくという、まあ、法目的をしっかり見据えながら、まあ、より実効性のあるあの対策を今回は考えるべきだと思っております。あの、まあ、いくつかの方法があるかと思います。まあ、非常に、まあ、厳しい、あの例えば韓国で法律がありますけれども、まあ、あのようなあの法律っていうようなあのことも研究、されている、事実もありますけれども、ただまあガイドラインでやるのか、またあの自主規制でやるのか、まあ、いろんなあの選択肢があると思います。まあ、これはあの今後やはりタスクフォースにおいて、まあ、さまざまな状況をあのそれぞれのやっぱり主体が抱えているさまざまな状況をしっかりと踏まえた上で結論が出ていくべきものだと思っております。まあ、そのために昨日あの非公開でのヒアリングをしました。相当率直なあのご意見も伺うことができましたので、大変参考になりました。まあ、現段階ではまだタスクフォースでの議論が途中でございますので、総務大臣として断定的なことは申し上げられません。各社さん、お願いします。で申し訳ありません。フリーランス記者の上出と申します。BPO の関連で、はい、本当は13日の会見に、まあ、あの質問が出てたら しなかったんですが、あの、どなたも質問されてないので質問させていただきます。はい、あの13日あの朝日新聞に BPO の川端委員長の反論、あの意見書に対しての大臣、まあ、それから、首相などへの反論という形でインタビューが載っております。まあ、このポイントをちょっと長く言いますが、まあ、憲法21条の表現の自由で、日本はですね、あの政府が直接、あの先進国では非常に特殊な国で、あの電波行政の権限を握っております。他はみんなあの独立委員会、そしてあのアメリカ、フランス、イギリスなどはですね、この真実性を取っ
問わない、公正性とかとあの放送法で特にあのそれを問うことはないです。日本とは大変状況が違うんですね。ですからそういうこともあって、まあ、川端委員長が反論されたと思うんですが、2つお聞きしたいと思います。まあ、大臣がおっしゃっているその行政手続法の第 2条の第6項、これはあの、まあ、ちょっと、ご変あったら申し訳ありません。 NHK の職員の方がもし不祥事を起こしたりした場合ですね、それは適用されるかもしれませんが、番組内容に関してはこれに立ち入っちゃうといくら行政指導という形であっても法的、規範ということになってしまうと憲法21に触れるというのはこれ学会の定説です。でこの辺も含めまして、反論あの委員長の川端委員長の反論へのなんか受け止め方と、それから憲法21の表現の自由に反していない、でその時々の政権で民主党なんかは行政指導してません。そういうことも踏まえまして、どうして21条表現の自由に抵触していないのかという根拠を改めて教えていただけますでしょうか。あの、まあ、BPO は、NHK、および、まあ、民放連で作られた、まあ、自主的に、活動される機関でございますので、まあ、BPO のご見解はご見解として、私もあの承っておきたいと思います。ただあのそうですね、川端委員長がおっしゃってたご主張の中で、あの最高裁判例を、引いておられた部分がございます。あの放送法4条の番組準則、最高裁判例学者の圧倒的多数があの倫理的規定という意見だとあのいう形であの掲載されてたかと思うんですけれども、平成16年11月25日の最高裁判例はあの旧放送法4条なんですね。今の放送法の4条ではなくて、あの旧放送法の4条の訂正放送に関するあの事案なので、今の放送法4条の番組準則にあの関するものではない、判決であります。で、あのまあ、これはあのこの判決そのものはですね、4条が倫理規範であるとまあいうことの根拠には当たらないと思っております。あの全ての学者がこれは倫理規範であるとおっしゃっているわけではなくて、これは法規範をあの法規範性を有するという見解をまあお持ちの、 あの学者もおいでであろうと思っております。でまあ、私は表現の自由というのは日本国憲法、第21条であの保障された基本的人権の一つでございますから、あの放送法第1条の目的規定においても放送の不偏不当真実及び、まあ、自立を保障することによって放送による表現の自由を確保することとされていて、まあ、これを尊重するのは当然のことだと考えています。まあ、しかしあの放送事業者は放送法第4条に定める番組準則、これを遵守するということも求められていると考えます。つまり公安及び善良な風俗を害しないこと、政治的に公平であること、報道は真実を曲げないですること、意見が対立している問題についてはできるだけ多くの角度からの論点を明らかにすること、まあ、この4点でございます。で、BPO の意見ではこれを法的規範ではなく単なる倫理、規定だとしておりますけれども、まあ、しかしあの過去の国会答弁、まあ、これは民主党政権時代の平成22年、11月26日の、国会答弁ですが、正しくは法規範性を、まあ、有するものであると、まあ、この立場は変わっていません。まあ、その根拠としてやはり放送法に違反した場合に、総務大臣は放送法第174条に基づき、まあ、これはあの一番、まあ、厳しいことですが3ヶ月以内の業務停止命令というものも出せます。まあ、あの普通の状態でこれを出すということは考えにくいのですけれども、まあ、放送法に違反した場合の、まあ、規定というのがあるということ、あと電波法第76条、まあ、これもあの放送法に違反した場合に、3ヶ月以内の無線局の運用停止命令を行うことができるという旨が定めて、あります。でまあ、これはやはりこの放送法の規定と、
まあ、いうものが、まあ、単に努力してくださいよと、まあ、倫理的にこうあってほしいなというものではなくて、法規範性を有することの、まあ、一つの証左であると思っています。以上でございます。申し訳ありません。一つだけ、まあ、今おっしゃっご説明いただいたことはもう長い間論争にもなってまして、ただ、まあ、その時々の政権とか大臣によって違いがあったり恣意的になったりしてはいけないかなとは思うんですね。で、まあ、少なくともじゃあ高市大臣の場合はもうこの考え方は変わらないということで受け止めていいかと思うんですが、はい、先ほど申し上げました通り、民主党政権の時にも法規範性があるという国会答弁がなされています。まあ、今自民党自公政権でございますけれども、現在私は総務大臣として4条については法規範性があると考えておりますし、まあ、この考え方は変わらないと思います。反対されているというか、学者さんたちがそういう異論を唱えていることも承知の上でということでございますね。まあ、それはいろんな考え方があると思います。憲法をはじめですね、さまざまな法律について、法学者の皆様方、さまざまな見解を出しておられるということは承知しています。安保法制の時もまあそういう議論がありましたから、はい、これで終わります。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。ありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でございました。